城山より見下ろす、戸倉上山田温泉と倉上山田温泉は、長野県千曲市、上山田温泉にある温泉。千曲川左岸の戸倉温泉と、上山田温泉を呼び、右岸の新戸倉温泉を総称して、新州戸倉上山田温泉と呼ぶ。と、倉の読みは濁る。明治中期に千曲川の河川時期に、戸倉温泉、上山田温泉が、相次いで、開け湯され、 全校寺参りの精進落としの湯として賑わった。例年、千曲川の水害に見舞われて一時は移転を余儀なくされたが、明治末期から大正時代にかけて堤防や温泉施設の整備が進み、大正後期には現在の温泉街、繁華街が成立した。戦後間もない頃は、傷病兵の搭事場となり、最盛期の昭和後期には企業の団体客など、 年間130万人以上の観光客が訪れ、300人以上の芸人が在籍した。トクラ温泉、笹谷ホテルの別館、法年中は、国の登録有形文化財で、フランクロイドライトに指示した、遠藤真の設計によるスキア作り建築の代表的建造物。温泉の海祖、酒井良之助の記念碑対正協ができる前は、土船で千曲川を渡っていた。 徳倉村には、江戸期には北国街道の宿場があったが、1888年に新越線が開通すると、徳倉村には停車場ができなかった。林村の酒木は停車場が設けられて、旅客や集荷で賑わうのに対し、徳倉の衰退に危機感を抱いた古町の酒井良之助によって、温泉掘削が発案された。もともと、千曲川の河川敷には木湯があることが知られており、 1893年に、徳良温泉が掘られた。しかし、徳良温泉は、筑曲川の中洲にあり、たびたびの水害を受け、1902年には、旅館設備がすべて流出して、う岸への移転を、余儀なくされた。その後、築定が進み、1916年に、現在の佐岸へ移された。温泉街では、坂井良之助を、海祖、畑山国三郎を、中高のとし、 千熊川の堤防上に両者の石碑が建てられている。坂井家は江戸時代から続く下徳倉塾の名主。十五代目の梁之助は明治期には古町から貴族院議員五千人となった。資材で徳倉温泉を掘削、平家ゆし、徳倉駅誘致に尽力したが、温泉施設は毎年千熊川の水害で流出して損害を被り、坂井家は二度の破産に見舞われた。 1905年に、徳倉駅開業を待たずに没した。井家は1596年以来の酒蔵でもあり、現在も徳倉駅付近で旧家を改装した酒屋として営業している。1760年建築の主屋をはじめとして法暦、法歴、完成、慶応明治、大正、昭和期の酒蔵が残され、国の登録有形文化財に登録されている。 神々の地群群れ村に生まれ、若いうちから長野市で事業で成功する。堺の後を継ぎ、千曲川の築堤や河橋温泉掘削や施設の整備を行い、現在の戸倉上山田温泉の石を完成させた。花町通りや新世界通りなどの遊興観楽街が残る。千曲川の流れに沿うように、約50軒のホテル、旅館が存在する。総勢150名の 当時よりも、有況的雰囲気の強い温泉街。日帰り専用入浴施設は7軒存在する。千曲川左岸には、亀の湯、鶴の湯、随所があり、右岸には、万葉超音波温泉、徳倉関税温泉、徳倉国民温泉、徳倉メリーランド白鳥園がある。亀の湯、鶴の湯は、昔ながらの共同浴場だったが、リニューアルにより、新しい施設になった。 万葉超音波温泉、徳倉完全温泉、徳倉国民温泉は、温泉銭湯である。夏には千曲川河川敷で、花火大会が行われる。大正郷に埋め込まれている赤い、小石と倉上山田温泉にまつわる伝承。小石と小石をかけている。江戸時代、千曲川の川岸に住むおまさには両思いの婚約者が、いたが、江戸に出たまま、行方知れずとなる。 地球川で赤い小石を100個集めれば婚約者は戻るとのお告げを受けた大政は毎日石を探しやがて99個の赤い小石を得るしかし最後の1個が見つからずいてつく冬の河原を探すうちには木を発見する温泉で指を温めた大政は無事に100個目の小石を見つけ婚約者と結ばれる徳来機と温泉街を結ぶ大正郷にはこの伝承にちなみ 99個の赤い小石が埋め込まれている。フランク・ロイド・ライトに指示した遠藤真が1932年に設計した。伝統的な日本建築に洋式ホテルの設計を取り入れ、スキア作りの個室8棟を建築、近代観光旅館建築のモデルとなった。2003年に国の登録有形文化財に登録されたのを機に、志賀直也が登入して執筆した小説 放年虫にちなんで、法年中と解消した。法年中とは、影朗のこと。ありがとうございます。